出るんですよ。顔のない七瀬かりんの亡霊が。すっごく大きかったんだ。え、何がって。荒神七瀬っていう亡霊だか怪人だかがここいらを歩き回ってると思うか。異質な空気感は本物だった。七瀬、逃げてください。あれは目の錯覚ではありません。そっと抱き寄せて優しい。一番痛い経験だったんだから仕方ないじゃありませんか。命の危機を感じたことはないけど。今夜限りだ。立ち切って。